皆さんこんにちは、アミティ先生です。今日はですね、キャンバの AI 機能を使ってですね、おしゃれなバナーを作っていきたいと思います。もう今ね、 AI がめちゃくちゃすごいですね。どこの企業も AI って言ってね、たくさん AI の機能を搭載してきてるんですけど、このキャンバにもですね、 AI の機能があります。テキストトゥイメージっていうね、すごい機能をちょっと今日は紹介したいんですけど、これ何かっていうと、自分のね、好きなワードを入れると自動的にですね、写真だったりとかイラストが生成されるっていう AI 機能なんですけど、例えばね、踊る女っていう風な検索ワードを入れるとですね、こんな感じの、はい、踊る女の写真イラストができてしまうと。はい、もうすごいですね。なのでこうテキストをね、ちょっとうまく操る必要があるんですけど、今日はですね、この機能を使ってバナーを作るということで、6月の24日に iPadMate のコミュニティメンバーとオフ会をやるんですけど、まあ、ちょっとビアガーデンとかなんかバーみたいな感じで飲むのかな、はい、飲み会をやりますので、そこのバナーをですね、このキャンバの AI を使って作っていきたいと思います。はい、じゃあ早速作っていきたいと思います。デザイン作成をしてカスタムサイズでいきます。で、今日は 1080×1350 でいきます。このサイズはですね、インスタグラムの縦長のサイズですね、4対5のサイズでほぼ正方形なんですけど、はい、でこれでキャンバス作りまして、で AI の生成するときはですね、この下の左下のアプリのところを見てほしいんですけど、テキストトゥイメージっていうのが出てきます。でそれを押してください。でそうするとね、ここに文字を入れる項目が出てくるんですけど、ここに例えばビアって検索すると、はい、出ましたね。なんか違うのも出てきてるけど、これは何だろう、ホップの農場かな。はい、これちなみにひらがなでもいけますね。リンゴを持った女性、はい、検索、こいこいこい、はいつ時代の人ですか。はい、こちらいいですね。これ下に行くとですね、ここで設定が変えられるんですね。でスタイルを写真スタイルにして生成すると、今はちょっとなんか絵画みたいなイラストになっていると思うんですけど、これが写真っぽくなるって感じです。あーやだー、なんかさ、もうちょっとさ、若い感じのさ、アミティ先生ぐらいの女性をイメージしてたんだけど、ちょっとあれですね、小太りのおばちゃんがたくさん出てきてしまいました。おもろ。スリーアップルズ、これは 3D モデルにしてみよう。あー、こういう感じになるんだ。あ、可愛いかも。いいね、いいね。ちょっとこういうネオンっぽい感じになるんですね。はい、じゃあちょっとここでですね、オフ会バナーを作っていくんですけど、まあちょっとそのビアガーデンとか、パブみたいなところかな。なので、私ちょっとね、英語で検索しますね。日本語で検索してもいいと思うんですけど、アップル&ビアアウトサイズ。これで、スタイルを写真にして作成。あ、いい感じじゃないですか。あ、これとか良くない？ちょっと初っ端から結構いい感じかもしれない。はいはいはい。あ、でもいい感じかもしれない。これもね、リンゴとビールですね。で、こういうさ、リンゴとビールを横に置いた写真ってなかなかストックとか探してもないんですよ。で、ストックとか探してもなかなかなさそうな写真っていうのはですね、この AI で作るとめちゃくちゃいいんですね。はい。じゃあちょっとこれ変えてみましょうか。で、3 apples and beer.On the table at night outside with warm light にしよう。あったかい光の中で撮った写真みたいな感じかな。やっぱ冷たい光の中の写真ってすごい美味しくなさそうに見えるんですけど、いや、なんかちょっと違うな、さっきの方が良かったな。なんだろう、いいんだけどね。しかもなんかこのアップル、なんか気持ち悪い、ここに穴が2個も開いてる、やだ。穴が2個も開いてるわ。At night bar にしようか。3 apple と a glass of beer にしよう。Let's go! あ、ちょっと惜しいかな。これでも、これでもちょっと作れるかな。なんかさ、道先生、この前やったやつだ、同じやつ出したいんだけどさ、同じワードで入れても出てこないんだけど、どうしたらいいの、こういう時。同じものを出したい時ってどうするんでしょうね。だって毎回毎回 AI がさ、AI もさ、どん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 発展していってるからさ、新しい知識を得たら新しい結果を出してくるでしょ。同じ検索結果が出したいと思ったらどうしたらいいんだろう。
映画的にしてみましょうか。映画的にした状態でちょっとこうノスタルジックな感じにしたしてみたいな。あ、ちょっと近くなってきた気がする。これあの周りが iPad メイトで真ん中がアミティ先生ですね。そう、こういうすごいよね、リアルだよね。あ、いいんじゃない、これとか。ちょっとバナーに使えそう。上がさ開いてるから、ここに文字入れるとかだよね。あ、これもいいんじゃない、このね、上にオフ会ナイトバー開催しますとかかな。ビールが並んでいる、こう、あ、一日に生成できるイメージの上限回数に達しました、だって。あ、そうなんだ。これ1日にいっぱい作りすぎたら怒られちゃうんだね。私がですね、自分でねゴニョゴニョ触った時にこのが出てきたんですよ、この画像がね。あの、一概にも同じものが出てくるっていう風には限らないみたいなんですけど、ちょっとこれを使ってですねバナーを作りたいと思います。結構良くないですかこれね。リンゴもいい感じだし、後ろのちょっとボケ感のねバーもいいし、全部に配置するとして、で、ここの上のところにですね、タイトルをつけていきます。テキストを押して、見出しを追加でしょ。で、色を白に変えて、フォントですね。ちょっとレトロ感のあるフォントがいいなということで、ヘイゴッチャ。ヘイゴッチャっていうフォントですね。で、日付を入れたいので、日付いきます。で、この6月24日がですね、あの、オフ会なんですけど、このオフ会は iPad Mate の NFT を買った人だけがですね、来れるっていうようなオフ会になってるんですけど、6月の2日から6月の4日、この3日間ですね、また再販があります。0.15 イーサリアムで仮想通貨で買うんですけど、あの、これ買った人はですね、このオフ会に来れますので、はい、まだ時間ありますのでね、ぜひ皆さん仮想通貨の用意とメタマスク登録してもらったらですね、はい、買えるようになりますので、はい、宣伝を挟まさせていただきました。はい、続きまして、フォントを変えます。フォントは、この日本語のやつはですね、シネキャプションっていうのにします。ちょっともしかしたら有料、あの、課金してないと使えないかもしれないんですけど、はい、キャンバーですね、有料課金するとおしゃれなフォントがたくさん使えるので、課金した方がいいと思います。で、ちょっと今こう、文字が見えにくいですね。見えにくいので、文字のエフェクトをつけるんですけど、その時は、文字選択して、エフェクトっていうところが上にあるので、これ押します。で、そしたら、影付きとか、スプライスとか袋文字とかいろいろありますね。この中の私ね、背景っていうのを押します。背景は普通に下に、黒ベタがつく感じなんですけど、ここで色を変えます。色はこの後ろのバーの緑色みたいな感じの色にします。で、不透明度ちょっと薄くして、スプレッド、丸みあった方がいいね。はい、そうするとちょっと見やすくなったね。タイトルのとこもちょっと変えましょう。タイトルもエフェクトを押して、下、湾曲させる。これやりましょうか。これ最近ついた機能かな。湾曲させると、はい、こんな感じで、あの、文字がね、個に沿って配置されるんですけど、ここで、ほら、こうやってやると、すごくない？ビールの曲線あるでしょ？その感じにちょっと合わせるんですよ。そうすると、ちょっと統一感が生まれるというかね。影付きもちょっと入れようか。影付きまして、オフセット。不透明度ちょっとこれ濃いめでいきます。はい、こんな感じかな。いいんじゃないですか。どう。はい、こんな感じで、ちょっと本当はもうちょっとやりたいんですけど、今日はここまでにしたいと思います。やっぱこの後ろの画像がめちゃくちゃ大事なんですよ。これいい感じの画像を作れたら、もうタイトルと、日付とか載せるだけでいい感じのバナーみたいなのができるので、はい、これで完成にしたいと思います。皆さんいかがでしょうか。すごいでしょう。もう AI で画像作れちゃうから、画像ストックでずっと探しまくらなくていいんですよ。デザイナーの皆さん多分うんうん言ってくださると思うんですけど、こういうね、リンゴとあのビールを並んだ画像をね、あの、検索しようと思ったらすごい時間かかるし、もうその検索してるの時間かかるぐらいだったら自分で撮ったらいいってなって自分で撮るんですけど、そういうことをしなくてよくなってしまうというね。ということで、今日はキャンバーの AI ね、テキスト2イメージっていうのを紹介したんですけど、他にもね、キャンバー AI の機能たくさん入ってるのでまた紹介したいと思います。あと他にもね、こう AI を使ってる Adobe のソフトだったりとか、まあ、ビッドジャーニーとかね、いろいろあるんですけど、ちょっとその辺もですね、どんどん紹介していきたいと思いますので、楽しみにしておいてください。はい、ということで今日は以上です。あ、そうだ、あの NFT ね、
概要欄に仮想通貨の作り方とメタマスクの登録の仕方載せてますので、それ見て頑張ってやってください。ではオフ会でお会いしましょう。バイバーイ。